日本弁護士連合会でございます。わかります。私、異議申し出を行ってたものなんですが、はい、対象弁護士の方から先にその処分等の、はい、書面が届いたんですが、はい、弁護士、日弁連の方からまだ書面議決書等一切届いてないんですよ。あ、それでございますか、はい、担当課の方におつなぎしたいと思いますので、はいはい、お名前をお伺いしたいと申します。はい、すみません、その異議申し出なんですけれども、はい、法規委員会宛てに出されてますでしょうか、それとも懲戒委員会宛てに出されてますでしょうか。これはどっちなのか、27年度超異ってなってると、これは、あ、これ栃木県か。はい、委員会かと思います。一旦おつなぎしてみますので、はい、少々お待ちくださいませ。あ、もしもし、お電話かかりました、はい、審査第2課でございます。はい、おっしゃります。はい、今で、はい、何か届いていないとか、届いているという、はい、はい、私、行き申して行っているものなんですが、はい、今日先ほどですね、その異議申し出の議決書と、はい、相手方の対象弁護士も審査請求を行ってたんですが、はい、それの議決書が、相手方の対象弁護士から届きまして、対象弁護士から届いた、はい、で、私の方にはまだ議決書も何も届いてないんですよ。ああ、そうですか。それで日付を見たところ、その両方とも、はい、先週の12日はい、付けで、日弁連の方から議決と出てるようなんですよ。あ、そうですか。ちょっとじゃあ確認します、ね。はいはい。相手方の弁護士からの封筒で届いてるということですよね。で、結局裁判所にこれもう、民事の問題になってる案件なんで、結局その相手方の対象弁護士が民事で裁判所にその証拠として懲戒処分、今回、結局懲戒しないことになったっていう内容の議決書が届いてるんですけど、それを提出したその証拠が届いてるんですよ。あ、裁判所から経由で届いてるということですね、はい、直送で届いてます。直送です、はい、ちょっと待ってくださいね、はい。大変お待たせいたしました。はい、はい、はい、その宛てにはですね、昨日、私どもよりですね、はいはい、輸送にて、送るように手配をしておりますので、昨日なんですか。そうですね、まもなくなって、これは最初に、はい、対象弁護士の方に送られることはあるんですか。あ、そうですね、対象弁護士の方に送った上で、送るということにはなります。あ、そうなんですか。はい。じゃあその中に結局じゃ今後、これ日弁連の最初の異議申し出になってて、それが却下された場合は、はい、再度申し出て立てられましたよね。いや、再度の異議申し出はもうこちら懲戒委員会としての結論になりますので、懲戒になるのか、日弁連の懲戒になるんですね。はい、さらなる異議の申し出というのはちょっともうできないということに手続き上はなります。そうするともう日弁連にも訴えられない。そうですね。そうすると、裁判等は？裁判等はですね、弁護士法上で定められている裁決取り消しっていうのは、処分された時の取り消しを求める訴訟になります。それは相手方の対象弁護士が、高等裁判所にできますよね。そうですね、はいはいはい、それ以外の部分ですと、ちょっとこちらからも懲戒制度での裁判というのはもうないですね。というのは、ただこちら異議申し出人としては、日弁連に対してこの処分は不服だっていうので、民事裁判は起こせますよね。民事というと、何かこの不服、この処分に対して不服と。ですね、一応もう処分としては確定になりますので、さらに訴訟をっていうことにはできないと思います。できないというのは、それは日弁連の意見。もし何か何らかの何か訴訟の手続きを取られたいというのであれば、ご検討いただくことは可能かと思いますけど、ですよね、こちらとしてはご案内できるものとしては、懲戒の手続きとしては制度上はもうこれで決定ということになりますので、いや、これ結構今栃木県で問題になってる案件なんですよ。栃木県としてもう行政が訴えられてる案件なんで、懲戒処分とは訴訟の手続きとは別になりますので。分かります、分かります。それだけの案件なんで、これからこれまたネットに、一斉に拡大、拡散かけるので、それにのっとって、この日弁連のこの処分の対応がおかしいということで、
訴えることが可能なんだよ。栃木、栃木県弁護士会も訴えられるじゃないですか、通常は。それはですね、ちょっとこちらではご案内できませんので。ということは、今までじゃあ日弁連が、その処分に対して提訴されたことはある？処分を取り消し、採決の取り消しということでの訴えであれば、弁護士法上にのっとって、その対象となっている弁護士の方から起こすことは可能ですけれども、まあ、これ、なんで対象弁護士は、提訴できて、異議申し出人の方は提訴できないんですかね。そうですね、そのような手続きになっております。それは日弁連でってことですね。日弁連というか、弁護士法上がそういう手続きになっています。弁護士法上ってことなんですね。はい。はい、それはじゃあ弁護士法としてはそうなってるが、あとはじゃあ日弁連は単なるその団体としての処分ってことですもんね。今回に関しては。団体としての処分というかですね、弁護士法の懲戒手続きにのっとって行われている処分ですので、はい、で、異議の申し出についてはもうこちらの懲戒委員会の方で出された結論で確定となりますので、さらなる訴訟ということには手続き上はないということですね。そちらではということですね。そうです、はい。あとはじゃあこちらから民事で、私が原告として日弁連に対して今回の処分に対して、不当だということで民事を起こすのは問題ないですよね。そこはですね、ちょっとこちらでは想定されていないので、お答えはできないです。ちょっとこれの問題、確実に問題になる案件なんで。それはちょっとご自身で、ご検討いただいて、こちらではそういう手続きはないというふうな答えにしかできないので。そうですよね。日弁連としては手続きってことですね。できますともできませんとも、できないという、法律上の答えとしてはできないということでしかお答えできないです。わー。わかりました。これはなぜ対象弁護士の方に先に送られるんですかね。一応ですね、対象弁護士の方にまず審査請求も今回出ておりますので。ですよね。はい。で、1週間も遅れてなんで送ってくるのかなと思って。ちょっと具体的に日付が今すぐ分からない。10年期付けになってますから、両方とも。はい。となって相手方に送ってきて相手から送られてくるのおかしいじゃないですか。ただ相手方の方がですね、その裁判に出されるかどうかっていうのはちょっとこちらではわからないので、裁判に出すというか向こう側にその、議決書が先に回されるっていうのはおかしくないですか。一応それはもう通常の手続きにのっとって行われていることなので、まず対象弁護士の方に通知されるっていうのは通常の手続きになります。ということは、私が追加の証拠で、2度ほど今年の頭と去年の末にお送りしたんですけど、はい、追加の証拠のあれは相手の澤田裕二弁護士の方には届いてますよね。異議申し出人からご提出いただいた書類については対象弁護士の方にはお送りしています。そうですよね、はい、結局3部送ってますから。はい。じゃあそれに対して知らないって言ってんですよ、この対象弁護士が。それはちょっとこちらでは分かりかねますので、ですからそれだけ適当なことやってる弁護士なんですよ。それで今回懲戒の議決を取り消すということなんで、まあ日弁連さんさすがですねっていう感じなんですけど、日弁連自体これ提訴検討させていただきます。対応された中本さんですか、会長さん。はい。お伝えください。今、栃木県で介護問題で一番問題になってる案件ですので、それに関して、これだけの、弁護士が頭の悪そうな人ですね、と。異議申し出人に、威嚇暴言、侮辱発言して、告訴までされてるのに、今回、懲戒処分、懲戒しない、そうってことにしたわけですもんね。今、窓口の形じゃ分かんないですけどね。そうですね。もう先ほど、送付された内容をご確認いただいて、もしそこの後、ご自身でどのようにご判断されるかというのは、こちらではちょっと、これは説明を求められないんですかね、日弁連さんに。もうそれは書面でお送りしている限りになりますので、それ以上のことはちょっとこちらでは。ということですね。あとはじゃあ、日弁連訴えろってことですね。
わかりました。中村、会長さんは中本何さんでしたっけ？勝。会長名はそちらの。和弘。いや、字が達筆すぎて。和弘さんですかね。あ、そうですね。わかりました。中本和弘さん、提訴検討させていただきますとお伝えください。お伝えください。はい、承知しました。はい、よろしくお願いします。すいません。はい、